一号艇榎木工二選手です輸出おめでとうございますありがとうございますさあ今節は6戦して5勝準パーフェクト V のペースでの優勝戦一号艇となりました船市の仕上がりはいかがでしょうそうですね回った後はすごく押してくれてるんで気に入ってますはいそこからの伸びへのつながりはどうでしょう伸びはそんな伸びることはないんですけど、まあ、レース行ったらそんなめちゃくちゃ伸びられないんでまあ一緒ぐらいやってるんで十分だと思いますはいでも優勝戦メンバー比較してももうしっかりと そうですね一緒ぐらいは言ってると思いますはいええー、では優勝戦向けての作業というところはどのようにお考えでしょうかは、ゆっくり精神統一しておきますはいもうしっかりと地元水明での優勝を狙ってそうですねはい。久しぶりなんで優勝したいですねはい地元水明昨年の正月レース以来約1年10ヶ月ぶりの優勝を目指すこととなりますがそうですねはい、はい やはり地元となると気合の入り具合もそうですね、毎回優勝したいと思ってきてるんですけど、なかなかできてないんで、今回はしたいですね。はい、はいえー、今節のスタートの見え方なんですが、節感決まっている印象ですが、はい、ご自身の見え方、改めていかがでしょうそうですね、フルダッシュでは半分ぐらいしかいけてないんですけど、まあ、それでもそこまで伸びられないんで、まあでも、フルダッシュでしたはいきたいですね。はい はいそれでは最後に地元水面優勝に向けて意気込みをファンの方へ一言お願いしますそうですね地元で優勝したいんで一生懸命頑張りますお寄してください